さあこれでなんと4問連続正解。はい、4問連続正解です。では次の商品どうぞお願いします。はい、4つ目の商品しゃなかなか出てこない。あ、来た来た来た。おーい、おーやったぜ。なんか、飛び出し具合が4個目が一番量が嬉しいね。やったぜ。決して見に行かないんだよ、うん、ちゃんとルールを守って、ね、いや後でね、後で、うん、後で、後のお楽しみですね、うんうん、もうお菓子これだけありますから、もう存分に味わっていきたいと思いますが、ではとうとう最終問題です。で、最終問題なんですけども、最終問題は特別なプレゼントが、はい、用意されております。こちらです。おマジ、10万円分、はい、あ、内山さん勝った勝った。お菓子じゃ立たなかったのに、お菓子じゃ全然そんなになかった。すげー、はい、英語だって。やばい、徘徊してる。これから俺はどういうキャラでいけばいいの。もう楽になっていいんですよ。もう己の欲望を、え、ちょっと心のままに動いてみるとどう。しゃーどっち、こんな姿で。次だよ、大事なの。お菓子は、生菓子は、お菓子とかない。お菓子とかない。あそこにいっぱいあるよ。お菓子あります。あれ大丈夫、あれは大丈夫、あれ大丈夫。こっち、次本気出そう。確かにこれもう一致団結、みんなで頑張りましょう。一致団結した感もある。よっしゃ、確かにリアルに一致団結した感じがすごい伝わってきましたが、さあただ最後難問ですよ。問題はこちらです。どっちの、いやこれは難しいぞ、絶対これは曲による、食べないんじゃないの。これはどっちだろうと正解なんじゃないですか、つまり。いやねえ、ナイス。そういうなんかさ、どっちとかじゃそういうんじゃダメなんだよ。ダメなの。厳しい厳しい。肉を本当に欲してる。肉はそんなんじゃもらえない。そんな出演者特権でルールねじ曲げ系は通用しないよ。さっきまでのテンションどこ行ったのち。急に大人になっちゃったじゃん。そんなんじゃダメだ。じゃあ行ってみますか。じゃあまずロメオだと思う方拍手してみてください。ありがとうございます。ではジュリエッタだと思う方拍手してください。ありがとうございます。え、分かった。ロメオな気がしました。マジか。もうちょっとどう。ロメオかなってどうしよう。もうちょっと喋りたかっただけでしょ。やばい。昼の部でもずっと裏でモチョ見てたけど。やばい。モチョ可愛い。モチョ優勝って言ってたから。言ってない。言ってた。さあ、まあ、決めていただく必要が、みんなの意見をまとめました。はい、はい、あ、じゃあ内山さんが決めてくれる。はい、はい、ではじゃあ内山さん決めてください。どうぞ。青のロメオ。息多めでね。ロメオ。すっごい久しぶりに言いますけど、ファイナルアンサー。ファイナルアンサー、ロメオでいいですね。確認してみましょう。どうぞ。お願い。あー、マジかー。嘘。内山さん。内山さん。内山さん。お菓子だけじゃん。でみんな、みんな、すごいよね、原点であるさ、ロメオっていうさ、それこそみんなが一番聴いてあるであろう曲を、最新曲のジュリエッタが超えたってことだろ。やっぱアンサーソングだから肉が。確かに。そんなことより肉が。